こんばんは。こんばんは。今日はスクショしないでください。化粧してないです。全然ですよ。してないは嘘ですけど、マスカラしてない。マスカラしてないのはもう化粧してないのと一緒なので。ハードありがとう。愛してやまないお菓子たち買ってもろた。こんばんは。買ってもろいました。こんばんは。ちょっと横画面難しい。難しいや。南極に薄着で挑戦してますわ。こんばんは。アイライン引けばよかった。持ってないかも。持ってないかもしれない。こんばんは。帰ってません。面白いでしょ、友達とのレポ。レポってみた。こんばんは。だるまありがとう。押したい？押そう。押そうじゃないか。今も同じ千葉の空気を吸っていますよ。このリップもその会った友達もらったんだよ。嬉しい。ちゃんと使ってるよって言った。今日のサンタ可愛い。ありがとう。化粧してない。嘘してないわ。嘘何回言うんだよって感じじゃない。だるまありがとう。こんばんは。してないわ。嘘してないわ。嘘ですね。分かってるよね。すごい。本当にすごいんだよねー。ハートありがとう。開かない。開かない。もう本当に本当にね、いろんな話したよ。学校のこととか、今どんなこと仲良くしてんのとか。もうさ、そう、自分もサダと一緒に DMM 見て、もうさ、DMM 見ながらさ、本当にもうずっと言ってんの。ずっと言ってんのね。可愛かった。可愛いんだよね。普通に顔が可愛い。顔が可愛い友達です。開かないなぁ。片手じゃ開かないよね。片手じゃ開かないんですよ。昇格発表はね、見たっぽい。私とは見てないです。私はもうなんか見れないです。昇格発表見れないですね。こんばんは。開かない。いや、開けてきました。あんた顔可愛いからなんでもあんたって言われるんだよね。
あんた、なんかあんたって感じじゃなくて、あなたみたいなあなたみたいな感じで言われます。メール取ってないですね。あんまね分かってないからみんな教えてあげてください。アンダーってどういう意味って言われた。説明しました、ちゃんと。アンダーってどういう意味、そこから始まりました。まあ、あんた、あんたって言われました。言われてます、言われてました、ずっと。あんたは違うよとか言われてました。クセ強めだね。クセ強いんだよね。テレマガシー、山さんありがとう。あんたさーって、あんたさー、何回弁、本当に13期に入ってきてくれたら嬉しいですね。やば、 LINE 帰ってきました。これグミなのかな、ソフトキャンディーって書いてある。ソフトキャンディーなんだ。じゃあおねえ千葉出身、ありがとうございます。サワーペーパーだよ。フルートみたいな食べ方するくない？フルートみたいじゃない今、なんかフルート吹きますよみたいな感じじゃない？本当にこのお菓子意味わかんないんだよね。意味わかんないけど美味しい。こんばんは。ご飯食べました。今日もまた美味しいものいっぱい食べました。本当に、いやさすがに千葉から名古屋まで見に来ないですよね。さすがに見に来ない。お昼は、お昼はハンバーグ食べてめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかった。今おとともさんとサダさん、おとともって言ってた。おとともさんとサダさん語る、語る会してる中でさ、こんなさブサイクなさ面でさ初めて言ったよ、ブサイクな面でさ配信してるのヤバめだった。そう、ごちそうたくさんなんだよね、たくさんなんだよね。めっちゃ美味しいハンバーグ食べて、ランチ、ランチでもうランチでディナーみたいなハンバーグ食べちゃって、夜は和食を食べに行きました。めっちゃ美味しい。カニ、カニ、イクラ、ホタテ美味しかった。こんばんは。あ、面白かった？イエーイ。タコ、だるま、ありがとう。やっぱ私ホタテの、ホタテの刺身、ホタテの刺身がめっちゃ好きで。美味しいんだよね。めっちゃちっちゃい時から食べてる。
ニークラホタテやばい。オーディションの傾向と対策私がですか、私がオーディションの、なんか気負わないでいいと思うとかでかっこいいこと言っちゃうよね。気負わないでいい、落ちたら落ちただし受かったら受かっただから、何も考えずに受けを狙っていけばいいと思います。なんかどれだけ覚えてもらえるかじゃないですかね。とか言うとちょっと無理しちゃってキャラがなんか確立されちゃうから、なんか人と違うことやろうっていうより人と自分が何が違うかって考えて出すんですよ。それで私は西田敏行さんの顔真似が人と違うなと思ったから出したんですよ。こんばんは。どんな参考表？お菓子かな。お菓子食べてれば大丈夫だと思う。こんばんは。正直なんか書類はさ、もうどうすればいいか分かんないよね。書類はもう嘘つかずにもう思いっきり書くしかないよ。こわー、いや、モノマネ歴の方が長いですね。西田敏行さんをなんか知ったのは結構前だろうけど、なんかこうドクター X はハマったから。モノマネは簡単にはやりませんね簡単にはやらないです、モノマネは。はい、簡単になったらもうそれは価値なくなっちゃう。またそれやるのってなったら終わりなんですよ。もう飽きられてるんですよ、それは。飽きられちゃいかん、いかんということで。飽きまへんで、飽きまへんでということで。珍しいです、私の前髪が固定されてないのも珍しいですね。なんかアーシャめっちゃ褒めてくれましたよ。アーシャがいいって、漏れてるって。飽きまへんで飽きまへんでって感じです。本当アーシャいい？本当なの？飽きまへんで。こんばんは。めっちゃ楽しかった。そう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 。こんばんは。うん、珍しい人が1位にいる男女。チャオチュール7、ありがとう。この間食べた？美味しいよね。あ、美味しかった？美味しいよねとか強要させちゃった。めっちゃ美味しいんだよね。やっほー。だるま、ありがとう。みんなで松坂牛ゲットしようね。ゲットしよう。松坂牛を、なんかホットプレート本当に欲しくて、松坂牛てか一人焼肉配信とかしちゃおうかなみたいなみたいにゃ
みたいにゃだよ。こんばんは。え、やっぱ黒くチカチカするよね。私もします。なんだろう、電波悪いのかな。でも鈴木はね、千葉出身なんだよね。そうそうそう、うん、でもありがとう。こんばんは。どうもありがとうございます。シャッター都会の女だったり感じするって。こんばんは。びっくら。え、ね、私千葉弁とかないんですよね。てか千葉弁ってあんのかなって感じ。こんばんは。今日も非常に感じ、お母さん電子レンジ使ってる？え、うん、使ってないよ。はず。あ、電波の話か。電子レンジ使ってないよ。こんな時間に電子レンジ使わないと思う。千葉弁ってなんだろう。すいません。え、千葉弁ってあんのかな。なんか私は生きてきた中で千葉で千葉弁を感じたことはないんですよね。こんばんは。めっちゃさ、そう、めっちゃ標準語なんですよ。標準語で生きてきた。パパにご合格のご褒美何を おねだりした。え、何も、特に何もですね、何もですね、まあ、昇格祝いなのかな。美味しいハンバーグ食べた今日、パパと2人で。で、お菓子もいっぱい買ってもらった。こんばんは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 。ハンバーグ美味しかった。こんばんは。だるま、ありがとう。なんかめっちゃ髪伸びたの実感して、今日こうやってさ、こうやって手ぐししたらさ、めっちゃ伸びてて、後ろらへんがびっくりした。
くりしました。こんばんは。お腹空いてきた。ご飯食べてください。食べてください。ご飯はたくさん食べてください。でもやっぱ和食が一番いい、好きだなと思った。なんかもう本当に切らないよ。なんか和食って胃に優しい、胃に優しいんだよね。本当に胃に優しくて、和食食べた後ももう最高。なんか 胃が浄化された感じがする。逆になんかもう和食っていいなって思いました。こんばんは。外跳ねしてこない？ちょっとね、襟付きの服着てたらね、外跳ねするよ。ちょっとめんどくさいよね。社務会まであと2週間。あー、お菓子食べてるから言ってるの？お菓子食べてるから言ってるの？それ社務会まで2週間だけど、お菓子食べてるけど大丈夫みたいな言ってる？それもしや、もしや、もし、そう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 、わかる？え、そうなの？もうさ、和食って正義だなって思う。ちょっと誰か好きな言葉変えてきて、私のプロフィールにさ、和食は正義和食とか入れてきて。出てきちゃってー。ママはお味噌汁の具は何が好きですか？ハートありがとう。大根とじゃがいもと人参入れるやつとか、あとはなんだろう、青さ好き。今日は青さだった。青さはもう入ってれば入ってるほど美味しい。だるまありがとう。ハートありがとう。入ってれば入ってるだけ嬉しいですね。あ、お菓子は別腹枠ですね。豆腐嫌いなんだよ。お皿珍しいタイプでしょ。名古屋のお味噌汁あんま飲んだことないかも。でも名古屋ってだってさ、お味噌が有名でしょ。美味しいんじゃないの？どうなの？ヤバトンとか有名なんじゃないの？ヤバトン。豆腐嫌いなんですよ。豆腐がすごい苦手で、ちょっとびっくりなんだけど。自分でもびっくり。びっくり！ママより上手かも。赤味噌美味しいよね。わかる。赤味噌美味しい。なんか一時期赤味噌めっちゃハマって、小6くらいかな、中2くらいかな、で赤味噌めっちゃハマって永遠に赤味噌のお味噌汁飲んでたら嫌いになりかけた。こんばんは。やっぱさ、好きなものもさ、いっぱい食べてると良くないよね。本当に味噌煮込みうどんはね、お店では食べたことないんだけど、ママが作ったやつを食べた。つけて味噌、かけて味噌、持ってないんだよね。美味しい。あ、でもなんかね、一回だけね、ちょっとそれっぽいのね、食べてみたよ。それっぽいのって何って感じだけど、好きなものずっと食べちゃうの。そうだよね、もう美味しいって分かったらさ、もうさ、ずっと食べちゃうよね。わかる。そういうタイプの人間だよ、サラ。美味しい？味噌煮込みうどん食べた方がいい？ラーメンは嫌い派ですラーメンは嫌い派なの。こう、家族はラーメン好きな人多いっていうか、まあ人間自体ラーメン嫌いな人の方が少ない気がしてるんですけど、気がしてるなんですけど、あのラーメンが苦手です。ってラーメン苦手なんですよ。すいません、なんか一緒にラーメンを食べることはできません。
ラスボタスタ。ゆずぼさんが味噌煮込みうどん大好きなの。じゃあサラも大好き。味噌煮込み大好きですね。ゆずぼさんラブ、こんばんは。東京の方がラーメン美味しいんだ。そうなんだ。本当？本当？そんな変わるの？びっくり。こんばんは。こんばんは。チャーハンもそんな好きじゃないんですよ。残念なことに。餃子は食べれます。でも餃子は食べれる。こんばんは。こんばんは。どうもありがとう。うんふん。こんばんは。そうなんだ。じゃ逆に名古屋が美味しい美味しいのは何？やっぱ手羽先とかなのかな。餃子美味しいよね。もともと苦手で、てか中華、もう中華料理屋のあのメニューがだいぶもともと苦手だったんだけど、餃子食べれるようになった。28時間以降ゆずぼさんと話したか、連絡してます。私がね連絡しちゃうから返してくださるんですけど、連絡しちゃう、寂しいから。なんかもうだってね、エスコーヤもあとちょっとしか出れないわけであって、もう普通にしんどいので送ってしまいます。てか割となんかどうでもいいことを、どうでもよくない、どうでもいいことをあの先輩に送っちゃうのやめた方がいいと思う。私忙しいのに。だるまありがとう。どうもありがとう。こんばんは。よくないかった。だるまありがとう。だるまありがとう。ありがとう。二重幅パチクリって感じ。めんどくさい女だわ。ただのどうでもいいニュース、どうでもいいニュースは、なんだろう、香水が半分くらいまでなくなった。どうでもよすぎでしょ。どうでもよすぎる。千葉？千葉といえば？なんだろう？それ知らないな。ラーメン屋さんはわかんない。いい線いったって。いい感じでしょ。どうでもいいでしょ。分かってる。やっぱね、女の子は分かるんだよね。ちょっと香水半分使うって結構すごいことなんだよ。結構すごいこと、なかなかなくならないもんなんだよね。そうなの。B 級グルメって何ですか？
しんちゃんの映画のなんちゃらグルメしか知らない。 B 級グルメって何ですか？ B 級ってことは SAB の B ぐらいってことかな。絶妙に美味しいみたいな。感じですか。簡単に言うとジャンクフード、マック、マック、安価で庶民的で美味しいグルメ、マックマックね。え、あの倍のハンバーガー食べさせたらね、美味しいって言ってたよ。ハンバーガーの倍、お肉、お肉のやつ、やっぱ美味しいって言ってたよ。こんばんは、どうもありがとう。マックは世界どこでも食べれるから、そんなこと言っちゃダメ。マック食べれない子もいるよ。だから私はマックをありがたく食べてます。こんばんは。ちなみに新しく始まったパンケーキバターパイ食べてみたんですけど、ちょっとあれだったかも、うん、あれだったかもちょっとあれだったかもしれない。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。なんかね、ちょっとね、うん、ちょっとね、なんか一口目もうパイ生地、揚げ物の味、パイ生地って感じで、二口目でちょっとパンケーキの生地が出てくるんですよ。で、半分ぐらい過ぎるとメープルのゼリーみたいなのが入ってて、ふぅみたいな感じだったよ。だるま、ありがとう。やっぱバタースコッチパイに勝てるものはないかもしれない。あ、めっちゃ美味しかった。こんばんは。本当にパンケーキがあのパイ生地で巻かれて揚げられてる感じです。そういう感じ。こんばんは。三角チョコパイも美味しいよね。美味しい。バタースコッチパイ美味しいよね。あれめっちゃ美味しかった。びっくりしました。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。サラちゃんのレビューは信憑性あるな本当本当、それは良かった。じゃあどんどん食べて、どんどん食べて健康になろう。ツーショットの座り追加します。ありがとう。こんばんは。おがきっすね。じゃらららららら、じゃんじゃららららら、らこんばんは。うんうんうん、だるま、ありがとう。メガネ買いました。メガネ買ったらさ、送ってくれるっていうさ方いてさ、どうしようかなと思ってるどうしようかなと思ってる。普段使いしようかなと思ってる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そう、なんか送ってなんかね、メールの返信でプレゼントしてくれるってね言ってくださってた方がいて、
その返信が更新される前に買いに行っちゃったのよ。どうしようと思って。だから私急にお家にメガネ大量発生することになります。こんばんは、ただいま、ありがとう。なんかメガネ、普通のメガネのレンズをくり抜いて見ました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、目の充血なくなった。ほら、なくなった。おかげさまで治りました。てててたたらたん。たらたらん。めっちゃ白いです。ハロー。テレマカシー。こないださ、レナのさ、ここのテロップがさ、ハローになってさ、懐かしかった。懐かしさを覚えた。ね、レナがハローになってた。だるま、ありがとう。どうもありがとう。これはコーラ味と、よく考えたら今日何時でもできたんだね。土曜日なの忘れてた。分かんなくなっちゃってた。あったねー。こんばんは。イカじゃないの、確かにイカに見えるね。アイラブユー、ありがとう。クマさん、ありがとう。しかも初見さんだ、ありがとう。クマクマ、長いからねこれ、めちゃくちゃ。どうもありがとう。ね、スルメっぽい、スルメっぽいよ、ほら。ありがとう、ハート、ありがとう、パチパチ、ありがとう、テーマカシー。ビッグカツ好き？あんま食べたことないかも。ビッグカツ？なんか1回くらいしか食べたことないかも。ちょっと電波が悪いっぽいです、すいません。電波が悪いっぽい。単語ね、覚えたんだ。なんだっけな、テレマカシー、なんだっけな、ちょっと待って、テレマカシー、なんかね覚えたの、なんか覚えたんだけど忘れちゃったな。ほら、ありがとう。こんばんは。
テレマカシー。ママはね、いないよ、ここには。テレマカシー。してるって言ってるな。テレマガシーループ。テレマガシーループしてるのこれ。テレマカシー。なんだろう、なんちゃら文ですか。なんだろう、クモンとか、クモンですか。私クモンは可愛がってなかったですね。だるま、ありがとう。夏にまた日本に来るので、サラのためだけに K2 に行きます。ありがとう。 Thank you。 Thank you。ベルギーは英語でいいのかな。 Thank you。 待ってるってなんて言うんだろう。待ってるねーってなんて言うんだろう。ほら、ありがとう。待ってるねーってなんて言うの。 Nice to meet you。 フランス語？誰かフランス語でありフランス語でありがとうってなんて言うの。フランス語でありがとうってなんて言う？誰か教えて。発音もありがとう。なんて言うんだ。なんて言うんだろうな。ボンジュール、メルシーボク。どうもありがとうございます。和食はヘルシー。落ち着いてください。私化してます。落ち着いて。あ、なるほどね。フランス語や日本語もわかるね。ありがとう。こんばんは。腰低いね。腰低く入ってきたよ。すいません、こんばんは。腰低く入ってきた方がいました。二度目、ありがとう。こんばんは。こんばんは。どつこいバンジュール。久々に言った。久々に言ったわ、ココちゃん。ココちゃんのどつこいバンジュール。すごいよね、ドスコンボイジュ、ドスコイボンジュールなんてさ、思いつくのすごいよ。こんばんは。私は何もキャラがないからさ、本当に。
でもなんかね、最近ね私気づいたんですよ。12期の配信行くと割と私推しって言ってた方がなんかバレないように握手会行こうみたいなね言ってる人いて びっくりしました普通にびっくりしました。へえーえーと思いましたね。だるまありがとう、だるまありがとう。あざもありがとう。サウキなんだろう、なに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 、なんだ、なんて言ってるんだろう。こんばんは、ね、びっくりした。普通になんかびっくりしました。なんか私12期は私だけみたいな感じで言ってたらなんかバレないように行こうと思いますみたいな感じで、おー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 マイガーと思いました。オーマイガー、まさかのバレないようにって言ってるのにバレちゃってるっていうね。オーマイガーって感じです。 OMG ハサもありがとう、こんばんは。飲み越えした。どうもありがとう、こんばんは。私はインドネシアから来た。テレマカシー、なんかね覚えたんですよね、なんか一言覚えたんですけどちょっと忘れちゃって、なんだっけな、ここ最近インドネシアからの方いなかったからさちょっと忘れちゃった、忘れちゃったな。だるま、ありがとう。いやでも全然なんかあれですよ、私のところに来てくれるなら全然他の人のところに行っても全然あれです。私はなんか他の私に来てくれててね、他のところに行ってるならね別に。こんばんは、こんばんは。こんばんは。うとうとしてたらテレマカシーで目が覚めた。テレマカシー、あ、どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。そうね、こんばんは。今何時だろう、今何分ですか。はーい、こんばんは、フォローありがとう。18分、まあ25分くらいまでやります、やります。どうもありがとう。20分になったら誕生日見ます。どうもありがとうございます、どうもありがとうございます。やっほー、でもありがとう、小学校おめでとう、ありがとう、ありがとう、ビカビカありがとう。でもありがとう。でれれれれれこん
ばんは。ね、私は果たしていつ帰るのかっていうね、問題が発生してます。こんばんは、2度目ありがとう。だるまありがとう。ちょっと切れてくれて嬉しいです。ありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう。キャモちゃんありがとう、ありがとう。名古屋に帰ってこなかった、それはないですね。さすがにないということで安心してもらって。13位お星様、12位サータン、11位ボブ、10位サータン、9位サータン、8位強そうな人、7位サータン、6位サータン、5位猫、4位バツ丸、3位サータン、2位ウルトラマン、1位強そうな人。ありがとうございました。本日もありがとうございました。スーパーファミコンなんかさ、どっか行っちゃってさ、なんか探してみたんだけど、どっか行っちゃってめっちゃ探してるんですけど、もしかしたらもうないのかもしれないなって感じです。やりたかったということで終わりにしたいと思います。バイバイでした。バイバイでした。バイバーン。6位だって、ありがとう。